けてなくって、でまた今日ちょっと分けてみたんですけど、前髪も伸びてきちゃったし、湿気だから多分普通にぐちゃぐちゃになっちゃうと思って分けたんですよね。でも巻き取れちゃった湿気で。ずっとやりすぎそれはずっとやりすぎでもさ、分けた方が好きって言われたらずっとやりたくなるじゃん。ポロンさんケイトありがとう、やつりんさんケイトありがとう。じゃあちょっと分けよう、分けようかな。あ、初めてホカホカさん行きました。ありがとう、見つけたよ、嬉しかったありがとうね、ありがとう来てくれて。かなとしさんハートありがとう。夢むきちさんケイトありがとう、どんなあずみでも好きだよ。優しい、ありがとう。でも分けよう、分ける派ありがとうね。放課後草見に来ました、ありがとうございます。ありがとう、放課後草来てくださってありがとう、嬉しい。今日来てくださっててたくさん、またなんかね、今日学生さんがさ結構後ろの方で立ち止まってくださる学生さんの方が多かった印象です。一般の方は。前髪パーマかけとったこともあったっけ。あった、あのね、ストレートパーマを定期的にかけてて、もう半年ぐらいかけてないんだけど、前髪もね癖がね出ちゃうけん、前髪なし、前髪も癖が出ちゃうけんパーマね、あのストレートパーマかけてたんです。でもね、そうそう、ちょっと、ま、普通に後ろの髪の毛もストレートパーマかけんと結構うねうねしてきたけん、かけんといけん。佐野マルマさんハートありがとう、りょうさんお菓子、あ間違えて、だるまさんありがとう、りんくんケータありがとう、うっちさんマフラーありがとう、かわいいギフトがありがとう、ほかほかさん来てくれてありがとう、みんなえ、いつでも可愛いけどどっちか選べなくて困っちゃう、優しいそんな嬉しいこと言ってくれるの。ケイゼティンさんお菓子ありがとう、リア君ハートありがとう、あ初めてありがとうね、嬉しかった、楽しかった、放課後くさい。ゆずきつさんケイトありがとう、ハートのケイト。リオさんあたか配信ん、あたかい、あったか配信、え何それ、あったか配信ありがとう、こんばんは。ナルニーさんケイトありがとう、つのさんバラありがとう、トワイライトさんおか、あケイトありがとう、ピッカツ T シャツね、なんかかわいい、本当にギフトが、カギさんありがとう、ありがとう、マサイトさんハートさんね、ありがとう、カギさんお菓子ありがとう、ダースさんハートありがとう、プータさんお菓子ありがとう、ダースさんハートありがとう。でも伸びたよね、めっちゃ伸びた前髪、ちゃんといけん、ちょっとだけ邪魔くさいです。後ろ髪もちょっと切りたいよね。でもこんばんは、ギズモさんマフラーありがとう、山山吉さんだるまさんありがとう、あずみ見るためだけ広島来てよかった、ありがとうね、嬉しかった、ありがとう、まず来てくれて広島まで。みんみんさんケイトありがとう、福フェス前にか前髪切っちゃう、確かに21日、あの AKB さん研究生さんとあの生配信もあるし、ちょっと切ろうかな軽く。昼休みさんバラありがとう、こんばんは、ちょっと切りたいよね、あずみが一生懸命思ってますから、もう嬉しいありがとう、優しいね、そう言われるともっと頑張るよ、もっと頑張れるよ。そう今日はそうコマーソンさんはいなくてジュリさんだけでした。なんか今日自分たち的にもすごい歌ってて気持ちいいなというか、なんかすごい声がよく
響く、歌いやすかったんですよすごい今日。なんかマイクの音響関係もだし、なんか歌っててすごい楽しくって、でなんかスタッフさんとかにも今までで一番良かったって、声がすごいマイクに乗って届いてたって言ってもらって嬉しいと思って。ね、音響いとったよね、会場中にこうなんかマイクに音が乗って声が乗って響いてる感じがして、そう。シアさんハートありがとう、ヌシさんケイトありがとう、福別の特典会物販早めに始めるみたいな仕事、あ、そうなんだ、なんかでも、あ、そうなんだ、特典会物販悩んでるの、え、情報出た、ちょっと待って終えてないかも、福別の特典会の情報出てた、後で見てみよう。ヒデさんケイトありがとう、ヒラスミさんケイトありがとう、ククさんケイトありがとう、嬉しい、ヤスさん、ケイトありがとう、ウチさんハートありがとう、ね、テスト期間なんかな大学、ヌシさんケイトありがとう、あやめちゃんハートありがとう、喉が開いた感じ、ほんま伸び伸びしてたね、でも5回目で5回目ですごいなんかいい感じに成長してきてるか、あ、口に出てた、後で見てみよう、見てみます。マサイトさんハート3連ありがとう、明日の夜、うん、俺配信明日の9時からって言ったよね、9時からします、明日の俺配信9時からする、グッズ買ったら8人と撮影、あ、なるほどね、8人選んで撮影するって感じか、こんばんは、ポロンさんケイトありがとう、好きな曲多くて今日行きたかったと思わない、え、そうなんじゃ、確かに今日は自分も知ってる曲多かったなって思いますね、今日は聞きなじみある曲多かったよね、なんか結構今日今回のセトリね、聞きなじみある曲多かった、こんばんは、完成してきた感あった、ケンセティンさん、だるまさんありがとう、ライチューさんハートありがとう、不安がなくなったから昇格できてあるかもね、いやでもねプレッシャーそれはあるかも、うちさんハートありがとう、あ、もうメンバー分かれてた、あ、16人がね、88ってこと、なるほどね、え、ちょっと見てみよう、見てみる、くまぬぽーさんケイトありがとう、今向吉さん、だるまさん、ありがとう、あずみのはみっちゃん、ももちゃんって、あ、そうなんじゃ、え、嬉しい、みっちゃさん、ももちゃんさん、くまねパパさん、ケイト、ありがとう、そう、優しさに包まれたならきっと目に映る、そう、ジブリ好きだからね、私も嬉しかった、全ての言葉メッセージ、くまねパパさんかわいい、ありがとう、うちさん、だるまさんありがとう、カーテンを開いて、うちさんケイトありがとう、あ、 B グループしか声が、あ、ありがとう、伊佐みなみ、いじもらうだけ、なるほどね、え、嬉しい、ゆうじさんケイトありがとう、ハチヘル、え、そう、ある、うん、ある、あるんですよ、初披露曲、うん、ある、私ちょっとあずみんファンの方あずみん来てくれる、福フェス来てくれるあずみんファンの方、ちょっと一曲楽しみにしてほしい曲、しててほしい曲がマジであるから、もうちょこっとも教えれない、あずみんファンの方も福フェス目を見開いて見ててほしい
目ガン開いて見ててほしいです。そう、あずみんファン多分お嬉しい。これ匂わせも究極の匂わせです。そう、結構頑張れました、特別のレッスンね。うん、下手はいいかも。うん、下手おすすめかも。これ以上は言えません、これ以上は言えません。もうお楽しみにとしか。こんばんは。でも失敗恋はいたずらな天使の尻尾ふわふわどこかに消えるのやるの16人で16人で天使の尻尾やばい。頑張って5時間で、そうだよね、半立ってて。あと四国でも出るから、あずみん福フェスは四国でも出るし STU でも出るから、あずみいっぱい見れると思うから、カナイドルさんも楽しみつつ、ちょっと STU のあずみんかなをちょっと楽しみにしてください。ある曲 ST48 のある曲のあずみん。ジョンドーさん、ケイトありがとう、マフラーか、こんばんは。四国から見て、あ、みつさん早速当たった、嬉しい、よかったねえ、みつさんの卒コンもドキドキ。1ヶ月なんてあっという間だよね、絶対みつさんの卒コン。でもね、素敵な卒コンになりそうな、カセトリとかもいろいろ決まって頑張ります。みちゅさんの卒業コンサートしっかり見送りできるように。こんばんは、きわめさん、ケイトありがとう、ジョンドさん、マウラありがとう、マサイトさん、音符ありがとう、こんばんは。でもな、お別れがね多くなりそうで、3月4月ちょっと寂しいね。あ、ね、3月の予定出たね、公演。僕と会ってよかった。え、どうなるんかな。そう、3月も充実、ほんとね、3月も充実しそうや。頑張ります、頑張りマッスルマッスルね、寂しいよね。でもね、僕隊は多分3月の僕隊は出ると思うけど、3月以降昇格ってなってからどうなるかはガチで分からん、本当に分からん。うん、あずみんも分からん。ひとりしかさん、ハートありがとう、ほんまに分からん本当に分からないの。音羽っぽい、今日嬉しい、あれちゃん、あ、にさちんちも具体ね、楽しみにしてて。私も楽しみにしてて。ひりやすみさん、ハートありがとう。ね、でも僕隊自分好きだから出たいですよでもさ、研究生公演って名前じゃん、僕今の僕隊って、研究生公演って名前だから、うん、研究生じゃないしなーって感じだしね。そうなんよね、研究生公演じゃなかった、じゃけんどうなるか分からん。アシュリーさん、ハートありがとう。え、4人で 2.5 期生公演やりたいよね。3周年、3周年記念でさ、1回だけでもさやりたいですよね、 2.5 期で。それはね、すごい思っている、私たちも。ゆうくん、ケイト、ありがとう。
けで、定期じゃなくてもいいから3周年公演みたいな、記念公演みたいな感じでね、昇格記念公演と、そう3周年お祝い公演みたいな。もう3周年だよ、だって3周年目回っちゃうの早いよね。ゆくハートありがとう。涙の表面張力もかゆい。キリキリさよならが言えないよ、強がってほんだ。かげさんハートありがとう。あずみん3周年、そうよ、早いよね。5月であずみんたちももう3周年目、早いよね。2連も渡したいな。4月から名称こっそり 2.5×3 爆弾声。いやーどうなるかね。確かに変えちゃって やりたいぐらいですよ。自分好きなのでね、僕と今やっちゃいたいぐらい。こんばんは。え、自分、あ、そっか、サンケちゃんも合格発表って出してたね。 X 自分らも2月の末でした、合格発表。2月の末だった。え、アボカドまたしたいねえ。3周年こと大体ね、そう。うちさんハートありがとう。あれ、そう、あのね、なんや、なんだっけな、なんだっけな、なんだっけな、5月の3日の5周年コンサートでお披露目、お披露目ってなってて、で結局ちょっと延期になっちゃったんですよ、5周年コンサートが。だから活、でも活動が始まったり、ショールームとかメールとかそういうものの活動が始まったの5月3日からなので、でもお披露目的には5月3日じゃないっていう、ちょっとね特殊なんですよ。 2.5期、 2.5 期ってなんかずっとね特殊なんか 2.5 期ってずっと特殊なんですよね。ずっと特殊じゃない、ずっとずっと。そう、なんかこの日がお披露目ってない、難しいんよね。だから 2.5 期の記念日っていつなんだろうって感じです。でも一応お披露目日ではないけど、そう、活動自体、こういう ST48 の活動っていうのがショールームとかからでも始まった時、始まったのが5月3日ではあるから、多分みんなに、みんなと顔合わせたのはその次の週か次の次の週かの大阪のリアルお話し会が、あの初めてみんなと顔を合わせた瞬間はそこなんですよ。だからお披露目と言ってしまえばそこがお披露目なのかなとか思うけど、うーん、そうそう、オーディションも特別ってか特殊だし、そう、はオーディション自体から、オーディションから特殊で、お披露目もまあ、形的にちょっと特殊な形になって、いつがいつってなんか難しくなっちゃったし、今回の昇格もちょっと特殊特殊でなんかね、ちょっとふわふわっとしちゃったところもあるから、うん、まあでも昇格は多分この日に昇格って多分あの日にちっていうかこの日からなると思うので、まあ、その日が昇格記念日にはなるんかなと思うけど、でもね、でもちょっと、うん、いろいろね特殊ですよね特殊なんですよね。そう、特殊です。 2.5 期、こんばんは。
あっという間に4期の話も出てくるで。怖いな、なんか怖いな。4期ちゃんの存在出てきたら、まあでもね、わかんないよね、いつ来るか。もう1年経つからね、3期ちゃんは。自分らも1年経つ前、1年目迎える前にもうオーディションあったからね、さんきちゃんも。2年目か、1年回る前よね、1年回る前にあったから。え、片思いの入り口もやりたいな、絶対またやりたい。リマさん、ハートたくさんありがとう。メル結婚してありがとう。今山吉さん、だるまさんありがとう。スペシャル、スペシャルって思っとこう、4人は。確かに特殊よりもスペシャルの方がね、いい感じするよね。合格発表された日が記念日じゃないの？そうなんかな。でもやっぱ STU 入った日が記念日っていう認識、どうなんかな。合格発表は2月の28日とかだった気がする、合格発表日。あー、個人的にあずみんたちがティフに出た8月6日は記念日だと。確かに出たね、懐かしい。うわよ、いや4人でよくティフ出たよね、あれ。すごいよね。いや、なんかもう、出させてもらえて、あれはすごかったな。4人で出れたの、よく出させてもらえたなと思う。4人でね、ティフのステージ入って何ヶ月。ラブリーポテーター46さん、ケイトありがとう。 3.5 期やばいよ、 3.5 期あったら。 3.5 期あるかな、ねえ。特集、え、今日の岡川偶然みたいなの特別よかった、嬉しい。でもね、あの企画自体ね、いいよね。他音楽祭は私も好きですよ、結構。ヨンキちゃん、変態します。ちょっと、いろいろ引っかかるかも。いろいろ引っかかるかもしれんけど、かいくぐって、頑張ってかいくぐってみてください。面白いな、次の4期におったら。エントリーナンバー18番ゴンです。4期お姉さん応募します。やばい、応募者がたくさんいる。4期応募者、あずみんの後輩になっちゃう。厳しくするよ、厳しく、ビシバシ指導。まもるさん、ハートありがとう。ねえ、ティフで4人ね。え、そう、 PR 舞台、いや、そうなんですよ。思い返せばね、入って入ってすぐね、からいろいろ経験させてもらっとるわって思います。すごいねえ、濃い。あずみんのアイドル人生、濃い濃いな、本当に。濃いですね。全然違うもん、1年目2年目、これから3年目の夏迎えるけど、1年目の夏も2年目の夏も全然違う。1年目の夏はすごい、あ、思い返せば1年目の夏は先輩たちとなんかこう一緒の夏だった。その PR 舞台さん、 PR 舞台のパセリさんとかリンコさんのアンダーで
急遽フェスとか出演したりもそうだし、まあ、ティフのやつもそうだし、花だれの8月の花だれ出たのもそうだし、1年目はそうフェスで先輩方とすごいいろんなフェス回って 2.5 級人と先輩とか形だし、先輩の中入ってステージ立ったりとかすごい多くさせてもらって、2年目はツアーで、次は後輩引き連れて後輩ちゃんと一緒にの2年目だからすごいですよねそう思うとあずみん、まあ、2.5 期あずみん濃いな。3年目の夏はどんな夏になるかな。ひとりしかさんハートありがとう。あ、ありがとうございます。放課後音楽祭ありがとうね、来てくれて。かんがん、確かに。まもるさんハートありがとう。自分の歌人生も濃いよ、嬉しい。一緒にじゃあいっぱい濃い人生にしようよ。濃い人生、よくもあるに自伝できたのかねえ、いつか自伝でもな。頑張った、頑張ってるよ、頑張ってる、 2.5 期頑張ってる。まだまだこれからやで、ほんとね、まだまだ濃いのはここからよ。濃くなりそう、3年目濃くなりそう。本当にいろいろめちゃめちゃできた、こなしてきたと思うよ。ねえ、頑張ったよ。頑張った頑張った。もっと頑張んなきゃ。意外と集めてる声結構見てるわ。え、嬉しい嬉しい、めっちゃ。階段が急なこと、いや本当にダッシュダッシュしてるぐらいの勢い。うん、まあでも自分的には結構2年目のサンキちゃんたちと一緒になって回ったツアーめっちゃでかかったんですよ、個人的に。会われなかったら、うん、なんか多分今の自分に慣れてないなってすごい思うので、1年2023年を終えて、うーん、マジでサンキちゃんとツアー回って、なんか私たちが引っ張っていこうみたいな、そういう姿勢、そういう気持ちになって頑張れた時間めっちゃ多分大事だった。 2.5 期にとって、私自分にとってもめっちゃでかかったなって思う。すごいなんか変われたもん。うん、あれなかったら、あれがなかった時の未来多分ちょっと違ってたなって思う、今の未来ってぐらい、うんでかい、でかかったなと思う。階段は急だったけど、思い返せば登るべき階段だった。あれは爪痕残したかな。ケセディさん、だるまさんありがとう。リモさんハートありがとう。え、ソロツアー行きたかった、マジで。ウチさんのほんまに行きたかった。もう今日が放課後音楽祭かぶっていなければ、本当に広島のめっちゃ行きたかったのに。いいなぁ、いいなぁ、みちさんのソロ行けたのいいなぁ。
3年目何がしたい？やっぱり選抜。選抜はそうだね、選抜もだし、なんかそうだね、選抜は一番一つですね、やっぱり。選抜となんか今この前もラジオとか NHK の昼前直送便とか、結構テレビのお仕事、ラジオのお仕事、個人で一人でお仕事させてもらうことが多分年齢的にもなんですけど、やっぱり多くさせてもらう機会がちょっとずつ増えてきたから、正規メンバーにもなるし、そういうお仕事をもっと増やしていきたいなと思うし、あとプロフィールにちょこっと書いてるんですけど、演技のお仕事とかも、演技そういうのもすごいずっと興味があるから、そういう仕事もできるように頑張りたいなと思います。3年目選抜には入りたいですね、絶対。ツアーで 2.5 期いい意味ですごく変わったと思う。本当？あずみ大きく見える。本当？嬉しい。頑張った。ムクムク大きくなりました。ツアーで大きくなれたかも。懐かしいな、花だれアンダー。東京の花だれアンダーマジで忘れられんもん私今。こんばんは。ひらひらさん、ケイトありがとう、ぬしさんハートありがとう、ひやべつさんハートありがとう、みーたさんお菓子、お菓子じゃないわ、ケイトありがとう、ひらひらさんハートありがとう、まさひとさんハート3年ありがとう。ねえ、外に出ろ。え、そういう外仕事増やしたいです。自分の個人の仕事増やしたいな、増やしていけるようになりたいです。3年目、選抜であずみがテレビで歌ってるの見てみたい。嬉しい。もうなんかね、みんなに見せたいっていうか、みんなに見てもらいたいし、録画とかしたりテレビの前で、あずみいつ出てくるかな、ここ出てきた、あずみ抜かれたっていうのをみんなに感じてもらうのも一つ恩返しだなと思うので、ちょっと頑張ります。本当に頑張る。あずみ頑張る。こんばんは。信頼強固にね、頑張ります。見た目は変わってないが、それは言わないお約束です。身長大きくなってないとかは言わないでください。ひりあすみさんハートありがとう。あずみ和菓子の仕事あったら絶対、待って、やりたいよね、そういうのも。そうやりたいです。だからちょっと和菓子系もうちょっとなんかちょっと発言していこうかなと思って、さりげなく。マネージャーさんいっぱい言われました。今 NHK でお仕事をさせてもらってるじゃん、昼前直送便とか、ああいう時にスタッフさんのになんかさりげなく、そういえば最近茶道を始めたんですよとかって言ってみるんだよって。意外と頭に残ったりするから、いろんなところで発言しなって言われました。確かにと思って頑張ろうと思いましたから。Mステとかね、 ST48 としても立てるぐらい頑張ってなろう。演技指導したいのかね。怖い、ゴンちゃん演技指導。どんな優しくしてください。ドーナツ小僧さん、こい、ケイトありがとう、リア君ググありがとう。確かに口に出せばいいのかな、ほんとね、口に出して。リア君バラありがとう。ミータさんハートありがとう。ひとりしかさんハートありがとう。
名人感ありますよね。ねえ、何その名人感。今日もあれ分からんのよそれ。名人初めて言われたし、しかも名人さんに似とるって。いや、和菓子担当目指したいです、本当に。まるまると言ったらあずみんね。そんな感じで、はっきりアピールしとこっか。アピール、めっちゃはっきりアピールしてこっかな。こうやって次佐渡、あの千里行くとき、エアー茶道しながらの。猛烈にアピール。アピールしすぎ。猛烈にアピールして。わずみんね。どんで見てもスイーツですよかった。嬉しい。あれはもうね、もうここでは、ここで私の和が大好きなんだっていうのをアピールする場だと思って。もう抹茶、もうわずみん嬉しい、センスよかったって。もう自分でも食べてちょっと自画自賛しちゃうけど、こりゃ美味しいわと思った。あずみんのセンス、あずみんのセンスよかったわと思った。でもね、和はね美味しいんですよ。もう抹茶と小豆ときな粉とあんみつとかも絶対に美味しいので、そんな組み合わせ、もうそんなのもう分かってた。もう食べる前からこれは絶対美味しいって。それがワッフルに乗ってるなんてもう絶対美味しいって分かってた。もうやっぱり食べてみても美味しかったです、わずみワッフル。でも想像してた以上に、あのドンレミーのワッフル、抹茶のアイスが結構濃厚で、個人的に大好きな、結構抹茶のアイスって自分はあの飲む抹茶が好きなんですよ。抹茶のアイスが好き、抹茶のお菓子が好きってよりかは飲む抹茶が一番好きな人なので、結構このコンビニとかスーパーとかで売ってある抹茶のお菓子でちょっと当たり外れある時多くって、あ、なんかこれちょっとなんか作られた抹茶感があるな、このチョコとか、ちょっとなんかこれ苦すぎるなとか、ちょっとこれは味がちょっとなんか抹茶っぽくないなみたいなのがたまにあったりするんですよ、お菓子とかアイスとかになった時ってね。でもあのドンレミーの抹茶のアイスはもうすごい、めっちゃもう自分の中の好みだけど、自分の中の好みではすごいドストライクついてくるぐらいすっごい美味しくって、すごい濃厚な抹茶の濃厚なアイスだったから、あっと思った。もう食べた時、え、美味しいと思って、好きなやつってなりました。だから嬉しかった、それがよりね嬉しかったです。あれはよりもう自分の大好きがもう詰め込まれてて本当に嬉しかった。あれそうね、美味しかったよね。コールマワズミやだ。そう、今私めっちゃできてるから、ワズミン、アザミン、ウマミン、ネムミン、メガミン、ヘロミン。めっちゃあるんだから私、やばいよ。コールがそれぞれがいろんななんとかミン叫ぶことになっちゃう。ウマミン、今日はウマミン、今日はアザミン、今日はワズミン。コールはアズミンでお願いします。コールはアズミンね、みんな、アザミンでもなくワズミンでもなくアズミンだよ。マサイトさん、音符ありがとう。カワイさん、ケイトとマーラー、ありがとう、こんばんは。嬉しい、和風デザート欲しかった。嬉しい、めっちゃそう言ってもらえてよかった。センス輝いちゃった、センス輝いちゃった。うん、抹茶の味めっちゃして美味しかった。めっちゃ抹茶だった。めっちゃ抹茶でした。たくあんさん、ケイトありがとう、こんばんは。マサタロウさん、マフラーありがとう。
ありがとう、自信持って頑張る。こんばんは。ハーゲンダッツのグリーンティーでしょ、あれはね美味しい。ハーゲンダッツのグリーンティーは美味しいです。あれはあれは美味しい、本当に。あれに似てる感じかな、結構。でもあっちよりグリーンティーの方がもうちょっと濃い気がする。抹茶の感じが、グリーンティー味のハーゲンダッツ。ヒゲジーしんちゃん先生さん、ハートありがとう。濃いよねあれね。あざみ打ちをつけて見たよ、ちょっとそれ楽しみにしとるけど28。あざみ打ちは本当にどんどん増えていきそう。ねっちょりもあるし、なんかねっちょりも作っとる人おれば、あざみ打ちは作っとる人もあるし、うまみんもあるし。作りすぎないよ、あずみんが。あずみんよりもそっちの、あずみんじゃない言葉で作ってる人結構おるけど、そう、なんでも、うん、あずみん言葉を生み出しすぎて。だからなんとかみんってね、使い勝手いいんよね、なんか。なんとかみんって、なんとかみんってつけるの。まさかこんなに使い勝手いいと思わなかった、なんとかみんが。うん。宮本浩一さん、ハート、ありがとう。そう、ほんと誰かわからんくなっちゃう。うまみうちはのあぴに好評でした。あ、そうなん、好評だったんじゃあれ。面白い、のあぴ好評なの。みん界隈みんファンの人の名称みんになるかも。あずみんのファンはみん、あそこのみん界隈さーって。あざみ、え、そうだよ、サイアンさん、そうサイアンさんに、そう昨日の話からの帰り道めっちゃあざといサイアンさんの写真こう出しながら、ねねねってあざやんかわいい顔で言われました、サイアンさんにも。いじってますか。そういじってますよねって。そう、まさかだよ、民界隈、民会。いや本当アズが本体なんだけどね。いやそれはね、そう誰かわかんない、民界隈、民だけ残っちゃう。進撃のあずみうちはまだ歩いてねえ、もういいよあれは。もう忘れてください。進撃忘れて。おつまみも懐かしい、民家、え、民家いいね。あずみんちから民家。こんばんは、みんみん、ちょうちゃんのぬみたいな。そう、ああ、だ、確かにぬ、地方のちほちゃん、ちほさん、確かにぬとみん。誰でも、まさいとさん、だるまさん、ありがとう。でも割ともう印象ついてる、みんって聞いたらあずみんって STU48 界隈ではなるかな、なってくれたらいいな。みんって聞いたら誰を思い浮かびますか、あずみん。ファンネームってどうやって書いてんの、なんかさ前も話したよね、ファンネームってどうやって書いたっけ、ファンネームってどこになるの。セダテミン1ミンにしようかな、ミン T シャツ一面にミンっていうセダテどうですか。真ん中にミン、ダサいって言われたん
だけどねえダサいって言われた、ダサいって言われたんだけどちょっとダサいって言わないでよさっきのそれはダサい、え、ダサい結構いいやんかと思ったけど、ダサいんか、え、そうや、ダサダサって自分た自分が生み出す、うん、スモーティーに次ぐダサティー、ミン、プロフィール、あ、これ、あ、ファンネームあった、これじゃない？ミン、ミンケ、あ、まあ、アズミンチがなくなっちゃう、え、こういうこと？今変えてみた。ミン、アイデンティミン、ダサティ路線、みんなはミンだから、私がアズで、あ、そういうことよ、そういうこと、そういうこと、アズミンってことわかるかな、私がアズ、本体アズで、みんながミン、そう、アズとミンで、私とファンの人が合わさってアズミン、どうなんかみんなが笑ってそう、画面のそばで納得、アズミン、アズミン、アズミンとファンでアズミン、そう、アズとミン、あ、2月25日ダサい格好した方がいいってこと、いや、逆に見てみたいけど、ダサい格好絶対しないじゃん、ダサい格好、逆にね、逆に見てみた、そう、アズミン、なんかアズミンってさ、なんかもうあずささんが使われてたんだっけ、ファンの方ね、なんかね、そう決めた時にあずみんちだったんですよ、ファンの方の名称、あずみんちで、あずみんっていう、あずでみんを、あの民のみんにする、市民のみんにするっていうのもいいねってなったんですけど、そう、藤原あずささんが多分使ってたっていうので、やめとこっかってなったんですよね、めっちゃいいよね、あずみんって、そう、あずみん、そうそうそう、そうなんですよね、だからミン、ミンケ、ミンケってどうよ、ミン、ミンケつけてみる、ミンケミンケミンケならアズミンチの方がいい、ミン、そう、初期にね、めっちゃ初期に話して、そう、言うてアズミンチもそんなに浸透してるわけじゃないけど、ワミン、ワミンワミンって分からんくない、ミンミン、ダサミン、いやー、ひどい、ダサミンひどいダサミンひどい、アズミン、さっきの話してしまうけど25メガネ、メガネも好きメガネも見てみたい、確かに卒業されてるから、それはね、そうだけど、でも STU じゃなかったら使え、まだ使えるかなって感じだけど、 STU の先輩なのでちょっとね
ちょっと使え使えづらいっていうところがあるんですよね。あずみんは、まああずみんちかな。ミンケ、やっぱミンケね。確かなんか居酒屋感すごい、居酒屋感っていうなんかお店の名前、やっぱあずみんち、あずみんち、今買いました。これが今のあずみんのファン名称。あれ変わってない、あずみんちに変わらない。あっつ、買った買った買った。こんばんは、みんみん。プロフィールから見れるよ。ミョン国民いいよね。おはよう国民、おはよう国民好き。自分ミョンの大喜利大会開催しよう。開催せんよ。なに急に大喜利大会開催しません。マサイズさん、だるまさん、ありがとう。好きそう、みんな大喜利大会とか好きだよね。なんか大喜利大会。たくあんさん、ケイト、ありがとう。いつかファンミ、したい。ファンミーティングとかやりたい、めっちゃ。やりたいです、とてもやりたい、そういうの。今野吉さん、だるまさん、ありがとう。のにじいさん、お菓子ありが、お菓子は間違えた。ケイト、ありがとう。のぶろべさん、ハートありがとう。こいさん、結婚してありがとう。なんかさ、スペイブとかはまあ5人4人とかで、こうすることあるけど、あずみんのファンだけと、あずみんのファンのみんなだけとあずみんが集まってなんかワイワイやることってさ、これまでないからさ、そんなにないから、そういうのやりたいなってすごい思うよね。あずみんファンだけと、あずみんだけの、そう、結構多めなあずみん、多めなあずみんだって、あずみんファンみんなたくさんと、あずみんとのなんかそういう空間でのなんかね、イベントめっちゃやりたいと思う。やりたいです。シュークル、あずみんの使用済み私服、競争率高そう。確かに憧れるよね。やっぱファンクラブかな、解説されたらできるようになるのかな、そういうのって。解説できるようになったらいないつか、ファンクラブ。でもファンクラブのファンミーティングやってる先輩方のなんか終わった後なんかあのファンの方のレポみたいな見てたら、はあ、楽しそうだなと思う。確かにバスツアーもやってみたい。アネミと通知入りません。参加しません。アネミは顔出しません。ファンミやりたい。ファンミ楽しかった。やりたい、ファンミンティング。いいじゃん、アズミンっぽい。ファンミンティング、めっちゃ言いにくいね。ファンミンティングって、ファンミンティングめっちゃ言いにくい。花火大会とか楽しそう。恋さん、結婚してありがとう。確かにあずみんが作ったお好み焼きもみんなに食べてもらいたいし、 2.5kmのバスツアー、やりたい、楽しそう。バスツアーやりたい。ヨシさん、ハートありがとう。ヒラモンさん、マフラーありがとう。出てこんかった、マフラーが。宇治の花火大会今年復活する、マジで。そうだ、
それ激アツ案件。花火大会、行きたい。花火大会行きたい久しく見てないですよ、花火大会行ってない。全然行きたいな。行きたいな。みんなで花火大会とか絶対楽しいじゃん。絶対楽しいよ。そんなの。安住を打ち上げたい。やめて。安住打ち上げんで。安住と見る花火大会ね、やりたいですね。浴衣着て。楽しそう。やりたいね。スイカ、スイカ割りする。食べ過ぎ注意のスイカ。やりたいな。あ、もう日にちも決まってるんだ。宇治の行きたい。花火見に行きたい。やっぱね、でもありがたいことに本当にスチュー入ってからね、こう充実した忙しい日々を送らせてもらっ送れてるので、プライベートで季節を充実してないんですよね、私この2年ぐらい。花火大会、まあでもね、コロナとかあって花火大会はみたいなところあるけど、お祭りとかもあんまり行ってない。花火大会も祭りも行ってないし、冬といえばのスキーみたいなのもなかなか予定が作れないんですよね。家族でスキー行こうって話めっちゃ出たんですよ。ジブリもそうだよね。でもそう、なんか家族でみんなで行こうってめっちゃね、結構あのお出かけ大好きなので、割とこうお出かけしたいって誰かがなったら、よし計画立てようってなって、この日行くぞって結構なれる家族なんですけど、なんも私の予定が本当立たなくって、私以外はいけるんよ、予定立てれても私だけなんですよ。あとでも安住の予定が分からんもんねって言って、もう最近のそのスキー行きたいねとか、そうなんか島根の方とか鳥取の方行きたいねみたいな、おじいちゃんと一緒にみんなで行きたいねとかっていうのが全部私の予定合わないよねってちょっとね断念させてるの、申し訳なくって。すごい、そうでも安住の予定が分かんないからねって、結構ね予定立てて行こうってなるけど結局行けなかった旅行何個かあるんです。そうごめんなと思いながら、ごめんって分からんのよねって言いながら、本当に明日以外いやまあだから一回もう私抜きでもう予定立てていいよって言ってそれに合流できそうだったら行くようにするからみたいなことになったけど、結局ね、そうでもだから一回なんかね、鳥取かな、鳥取におじいちゃんと家族で旅行に割なんかよく行ってる場所があって、結構毎年毎年じゃないけどちっちゃい時からおじいちゃんたちと一緒に鳥取にあるのある場所に行ってる、よく行くんですよ。季節なんか美味しいご飯屋さん、よく行きつけのご飯屋さんみたいなのがあったりして、旅行のそれは去年かな一昨年か、もう私の予定が合わせられないからっていうので私抜きで行ってもらった、家族に、家族とおじいちゃん私抜きで行って、楽しそうな写真送られてきて、私はそう一人だったお家に悲しい。そうだから次は安住も一緒にって言ってるけど、安住も一緒にって言いながらあれからもう1年2年経つんかな、1年か1年半ぐらい経つ。悲しいです本当に。
かなか難しいよね、ほんとね、この仕事してるとね。いやそうなんよ。まあでもお仕事があるのは嬉しいことなので。急に入ったりするもんね、来週の予定とか。急にお休みかと思ってたらみたいなのある。こいさん、ハートありがとう。マットベイさん、お花束ありがとう。だるまさんもありがとう。そうよ、 LINE 来て。そう、あの写真、お姉ちゃんが写真送られてきて。そう、なんかご飯の写真とか行った旅行先の写真が送られてきて、もうってなりながらその LINE 受け取ってた、その時は。たくあんさん、だるまさんありがとう。こいさんかわいい、ありがとう。そう、行けても日帰り、なっちゃうな。今思うと家族で USJ 受けて。いやそうなんよ。それがあの広島が G7 サミットって覚えてますか？ G7 サミットで、あの本当に広島の市内がもう動けませんよ。学校もお仕事も休みです、あとこの4日間みたいなことになってるタイミングで、お見計らっても行ったんですよ絶対にこの4日間ぐらいは市内が動けないから、そうお仕事も絶対入らないし、あの家族のお仕事も絶対入らないってもう分かってたから、もう、まあ、事前にマネージャーさんに入らないですよね大丈夫ですかねって言って、大丈夫だと思うとかって言って行ってきました。あの日はね、1泊2日で行けた。そう、懐かしいです。マサイトさん、ハート3連ありがとう。アズミンチェキ渡して写真確かにチェキとご飯でアズミンも食べてる感、逆に寂しくなるかもその写真見たら。いやジブリパークも本当行きたいよね。私あの舞台も見に行きたいんです、千と千尋の舞台も見に行きたいけど、チケット取るのがな、ちょっと取れないなかなか。リア君、ハート3連ありがとう。毎月2000万あれ確かにねお休み固定本当にね。そんなでも大変ですよ、毎月 G7 って。毎月すごい広島現状体制、世界を巻き込む旅行計画やっとだよ世界が動いてやっと旅行に行けるみたいな感じの規模感。そう、佐賀さん、ハートありがとう。たくあんさん、ハートありがとう。に一日オフィスってお仕事上に我々からして強制的にそうみんなで優しさの塊やないか。そのまるまさん、ハートありがとう。いろいろね、そうレッスン、研究生今ね、さんきちゃんとやってるレッスンが結構たくさんあったりするのと、まあ、ニューウェーブのやつと、なんだかんだねカレンダーがあれよあれよと埋まっていくんですよね毎日。ありがたいこと、いや本当にありがたいことなんですよこんなにもね何か毎日お仕事っていうか、まああるのはね。そう、お台場もあるけんね、5月まではねちょっと結構パンパカパンパンパカパンパンパンって感じですね。
そう、お台場も決まったけレッスンもあるじゃろうし、ツアーも始まるしね。ツアーっていうか7周年ツアー、でも 2.5 期、まあ、3期どんな風に参加していくんかまだちょっとわからんんだけど、あとまあ3月はみっつの卒婚もあるし、パンパカパンパンパンって感じですね。予定が、ひりあずみさんハートありがとう。いやわかんない、7周年ツアーもちょっとでも詳細欲しいよね、そろ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 詳細欲しいですよね、7周年ツアー出るかな。うん、でも出たいなと思いますけどね、7周年ツアー参加したい。ツアー出演メンバーそうそう知りたいですよね、絶対ね。まだだって券売は始まってないのか、始まってないよね、メンバー出てないから。でも4月ですよね、割ともう、割ともうお決まりツアーあるからそれがなんて出ない、ありそうですね。でも4月でしょ、なんかもうそうこうしてたら多分あっという間に本当に来そう。4月なんて多分2月ももう終わっちゃうし、3月もきっとあっという間に、まあその頃には正規メンバーかな、慣れてるかな。歌唱力ね、どうなるか分からん、歌唱力どうなるんじゃろう。まだね、だってうーん歌唱力分からないな、全然本当に分からない私も。分からないこと多い分からないこと多いです。開催されてほしいなと思うけどね、歌唱力どうなるんかな、いろいろ考えようかな、考えてくださったのかな。そうだよね、ツアーね瀬戸内だしね、詳細求むですね。トワイライトさん、マンマフラありがとう。うん、確かに唯一のフォーティエイトグループのイベント、それはね確かに、確かにね、本当だね、そう言われてみると。頑張りたいですよ、でもまた開催されたら、え今すぐソロアルバム出してほしいぐらい、初めてとか好きない、嬉しい嬉しい嬉しい、めっちゃ嬉しいな、ほんま頑張る。もう待って、結婚してありがとうありがとう。なんか今日さ、なんか分からんけど、なんかちょっと元気はあったんよ、元気はあるんだけど、自分自身なんかここ最近元気はあるけど、全然心は元気なんだけど、なんか急に、ああ自分に自信持てんみたいな、そういう不安感みたいな、不安、うん、なんかもううわーって感情に押しつぶされることがなんか多くて、元気なんだけどね基本は。そういう感情にね、こう、うわーってちょっとなりがちだった急に。そうでもなんか今日みんなの前で歌ってて、なんかすごいみんながなんか
みんなの目が優しかった。なんでやったの。なんかすごいなんかみんなの優しさになんか直に触れれた気がして、今日なんて言うんだろう、なんて言うんかな、なんかもうすごい優しくない時がある。そんな時ないんよ、みんなはねいつも優しい。優しすぎるぐらい、優しすぎるぐらい本当に優しいな、優しいんですけど、なんなんじゃろう、なんかすごい今日は、あー好きだーってなってました。みんながみんながあー好きだー、すっごい好きだー、頑張ろう、すごいなんか思った。ごめんね、変なゾーンに入って、恋恋、あれみんなに恋しちゃった私。みんなに恋しちゃったんかもしれない。人恋し、うーん、なんか確か起きてないことに悩むのやめよう。いやそれはね、それはそうだな、なんかなんなんじゃろう。ケイさん結婚してありがとう。コイさん結婚してありがとう。こういうことねえ、プロポーズ求めとるんじゃない。ねえ、マンザーマウスさん結婚してありがとう。コイさん結婚してありがとう。やばい、始まっちゃうじゃん本当に恋が。始まっちゃうよ、君と僕の関係が。ヨシさん結婚してありがとう。ヨザケさん結婚してありがとう。ディオさん結婚してありがとう。レモさん結婚してありがとう。ねえ、ノリがいいよ。一列にまっすぐ並んでくださいね。誰誰ですか、スタッフ。小山さん結婚してありがとう。小泉さん結婚してありがとう。熊根パパさん結婚してありがとう。スタッフあるの面白い。なんか始まってる、そう、行列始まっちゃった。小泉さん結婚してありがとう。ヤッピーさん結婚してありがとう。ありがとう、もう頑張るわ。みんなからの求婚で明日からも頑張る。ケイセティンさん結婚してありがとう。ひりあずみさんハートありがとう。最高日ボードボタンの。ここが最高日です。本当にありがとうね、ありがとう。ありがとう。ひりあずみさんバラありがとう。ゴンちゃん結婚してありがとう。ねえ。すごい、そう、まあ多分いろんな感情になりやすい時期なんかもあるよね。そういう時期、多分そういう時期なんかもしれない、今の自分が。ライジングさんハートありがとう。ウサミックさんバラありがとう。ティバイさんハートありがとう。ありがとう。おせんちになってるわけじゃないけど、ポエミー出ちゃダメやる。なんかいじってない。いじってないですか、ちょっと。
ちょっといじってるでそれ。おせんち、おせんちまでは言ってないけど、なんかなんかでもおせんちまでは行ってないけど、なんかそうね、いろいろ考えちゃった。でも今日なんかだからみんなすごいなんかすごいね、ちょっと元気になれたっていう話すごい歌っててなんか元気になれたんですよ。なんかみんなの顔見ててすごい楽しかったし、頑張ろうと思った。ヤッピーさん結婚してありがとう。コイさん結婚してありがとう。マンジャラモンスターさんケイトありがとう。こんばんはねえやだ流行語大使やだ。ポエミンリバプールさんケイトありがとう。リバプールさんおっぱありがとう。ハートもありがとう。リバプールさんハートありがとう。考えちゃうよね。こんばんは。小石さん結婚してありがとう。その瞬間忘れられない。いや、うん、本当に悩みも吹き飛ぶ。楽しいっていう、あ、楽しい。歌うのがまあ好きなんだけどね、ステージ立ってる時間が自分はやっぱり何も考えずに純粋に楽しめる、そのアイドルを、その瞬間を。だからね、好きな、そもそも好きなんですけどステージ立ってる時が。でもやっぱステージ立っててファンのみんなの顔見てると、うーん、純粋に楽しくって心が幸せ。ティガーさんハートありがとう。ノブさんラブレターありがとう。ひーちゃんハートありがとう。ありがとう。確かに今週たくさん、え、ね、今週もまた嬉しい、いっぱいみんなに会えそう。特別に花だれに。ナバさんケイトありがとう。リモさんハートありがとう。こんばんは。悩みに迷い込むのは避けた方が吉。ねえ、もう悩みたくない悩みたくないっていうか考えたくない。なんかすごいそういうゾーンの時って全部ネガティブに考えちゃうんですよ。もうポジティブに考えればいいのにネガティブに考えちゃって、あーこれはでこうで、あーだからこうでこうなんかな、あーだからいやでも私はみたいな、なんかすっごいネガティブになっちゃう。でも物事はポジティブなことだからポジティブに考えたらいいのにネガティブになっちゃう。やばい、もう夜だから11時半でしょ今。夜だからもうこういうアズミンがどんどん出てきちゃうダメだダメだダメだ。
いっぱい。そう、人肌、人肌恋しいはある。そう、ちょっと誰かに、誰かと話してたり、誰かとにすり寄りたい。すり寄せてみんなっていう気持ちです今。これで追いかけてもいいですか。すりすり。リモさん、ラブレターありがとう。ルーシェさん、ケイトありがとう。カギさん、ハートありがとう。カギさん、ハートさんね、ありがとう。ジャンビーアイさん、ハートありがとう。ポエミンかも。なんかくるんです。くるくるの肩を借りようか。こゆさん、結婚してありがとう。ねえ、避けないで、ファンのみん避けるファンと大集め、やだ。避けないでよ、そのまま抱きしめてください。こうやって迫ってくる私を受け止めてください。みたいな感じで、でも心は今ね、元気なのは元気なので、心は元気です。心は元気だけど、考えすぎちゃうっていう話。心は元気なので、皆さん大丈夫。何の大丈夫か分かんないけど、安住の心はちゃんと元気です。うん、心は元気。断らないで、みんな。断らないで、安住からの愛を。こういう愛ですよ、安住からの。断らないでよ。体調も元気。今めきさん、ハートありがとう。なおさん、花束ありがとう。確かに心は元気です。じゃあ団長読もうかな。いっぱい配信しちゃった今日。髪伸びたよね。切りたいんだよね。ちょっと、タイミング見計らってちょっと切りたいなと思います。こんぐらい切りたいな。ほんと伸びた。めっちゃ伸びたんよ。そう、ここら辺かな、切るなら。切りたいです、髪の毛めっちゃ。じゃあ男女呼びます。13位うちさん、ありがとう。12位ギズモさん、ありがとう。11位かぎさん17さん、ありがとう。10位リモさん、ありがとう。9位ケイセティンさん、ありがとう。8位ヌシーさん、ありがとう。7位クマネパパさん、ありがとう。6位タクワさん、ありがとう。5位ひるやすみさん、ありがとう。4位モリモリさん、ありがとう。3位ゆずきちさん、ありがとう。2位こいさん、ありがとう。そして1位はドゥルルルルルルルバン、リオさん、ありがとうございました。ありがとう。ありがとうね。ありがとう。むにゃ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 。ごめん、変なことやっちゃう。夜のせいにしとこ。
ありがとうございました。じゃあ明日は9時からイベントのお礼の配信をするので、ぜひ明日の夜9時からイベントのお礼を受け取りに会いに来てください。うん、夜9時。じゃあねねあずみんで終わりますせーのって言ったらねねあずみんって言ってください。いきます、せーの。なーにー、ありがとう、しっかり休む、みんなも休んでね、ありがとうございました、バイバーイ、おやすみー。